ということで今日はね、駿河屋さん結構忘れてたやつが多分1年ぐらい前のやつなんですよ、全部。それもね、込み込みで開封していきたいと思います。とその前にね、ちょっとねお伝えしたいことがあるのですが、来たる7月21日火曜日深夜、日付で水曜日になるところですね、24時59分よりエッグという日テレさんの番組に出演しますのでね、ぜひぜひ見てみてください。進行の DAIGO さんはゲームがすごく好きで、カメラが止まってるところでもこのゲームやりましたよねと話しかけてくるほどゲーム好きでしたね。これ意外じゃないですか。結構まあ年はねもうすごい近いんで、ファミコン世代ど真ん中っていうのはそうなんですけども、カメラが止まったところで何にも喋らない方が多いと思いますし、例えばファミコンに育てられた男をお渡しするんですけども、その時にすぐ会話を終わらせようとするか、会話を広げようとするかっていうのでね、ゲームの好き具合っていうのは分かると思うんですよね。そんな気さくにいろいろとゲームの話をしてたし、やっぱすごい好きさは伝わりましたね。というエッグという番組ね、ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いします。先日放送されたテレビ朝日さん比較的ファンですですが、見れなかったっていう方やね、まあ、地域的に放送されなかったっていう方もですね、TVer などで PC だったらそのままいきなり見ることできますし、スマホの場合もアプリをダウンロードすればすぐ見れますしね。そのね、見逃し配信が7月22日23時45分まで、これですね、藤田ポーズ、今田さん、プラス指原さんもやってくれましたね。何が良かったって、まあ、出演時間が長ければ応援してくれる方も喜んでくれるし、もういいことしかないですもんね。このアトランティスなどもね、これね、すごい思い入れがあるんですよね。PS1 とかサターンが出た時、1994年、そのあたりからもこれはできたんですけど、友人の妹に見せたところ、これ、馬鹿にされましたからね、鼻で笑われたっていうね。今やったらこれだけ絶賛でみんなに褒められて、いやー、やり続けるって大事ですね、なんてね、言ってますし、と同時に、まあ、先見の明があったと、なんて言っておりますけどもね。ということで、見逃し配信も、ぜひぜひ。これとかってね、結構埋もれてたんですよね。このジャケット、駿河屋さんの箱でもない、袋でもない、これで来る、まあ、少量だったんですかね。届いた日取りで言うと5月なんで、2019年の5月ってことは、かなり1年以上経過してるか、これ。もう僕、駿河屋さんすごい信用してるんでね、1週間以内に開けて確認しないと、もうどうにもなんないと。何があっても、違うものが入ってても何も言えないっていう状態ですからね、気をつけてくださいね。まあ僕と駿河屋さんの仲なんでね、もうそこはもういいかなと。たとえ違うものが入ってても怒んないですよ、もう。これは？これファミコンケースっすね。おー、なるほどね。まず、キャプテン翼2。ランク B のキャプテン翼2。これどうなんだろう。お、綺麗だよ、結構。ここに跡がありますけど、綺麗。こういうのいいっすよね。潰れてない。値札あと1個とかだとすごいいいっすよ。あ、でもここは破れてんのか。これ、痛いかな、ちょっと。でも綺麗。あ、これすげえ綺麗だ。結構綺麗で、ランク B。この値札、後ろだったら特に良かったですよね。この辺ね、これがちょっと痛いかな。これ破れがあるから。でもこれ1000円しないぐらいで買ってるんで、800円、900円だったら安いんじゃないかな。っていうキャプテン翼2、やりました。幸先いいんじゃないですか。1個目いきなり良かったっすよ。ランク B でこの潰れてないしね。で、次。あ、これね、一応買ったんすね。ネオ平安京エイリアン。発売当初買わなかったんで、一応ね、買っといたってことですかね。1000円ちょいで買ったんすか。これちょっと開けるとグッといきそうな気がするな。ピンセット2個使って開ける技術もあったんすけど、ピンセットで浮かせないとダメなんですけど、完全に食い込んでるというか、100% グッといくな、これ。うまくないですかこれで浮かせて開いた。グッと言っておりませんね。これ結構食い込ませるようになってるんで、これ普通に言ったら絶対グッといきますね。新品っすね。これが1500円ぐらい安いっすね。お得ですね。というネオ平安京エイリアン。あ、なんか紙が入ってる。ライセンスって書いてある。新品だったりということで閉じちゃいますね。これもいいっすね。まあ新品だから当たり前なんですけど、まあまあ綺麗で。そしてとりあえずじゃあ箱のやつからいくか。マジか、ちょっとバランス取ってきてるよ絶対。これロードファイターなんですけど、もう見た瞬間やべえもん。だって全部やべえとかってやんないから絶対バランス取ってるでしょこれ。サンドイッチとかいいやばいやばいみたいなね、そういう風に言われてるんですかね。会社的にそう決まってるんですかね。3個ランク B 買ったらいい悪いいいみたいにしろみたいな。例えばこんな平均的にいい悪いって入ってることありえなくない。だってこれは超やばいっしょ。だってもうこの時点で見てたら死んでも買わないよこんなの。こう切れてますからねこれね。
これがいくら800円ぐらい。これは痛えよな。こんなのだったらな、絶対買わないよな。まあまあこれがギャンブルですけどね。まあ中ももうコナミじゃない、コナミさんじゃないし、この箱ももうここもボロボロだし、カセットのみ普通。これは痛いっすね。800円だったら痛いな。800円だったらそんないらないっすよね。ボロボロ大破だったらやっぱ500円ぐらいじゃないですか、これ。で、キャプテン翼2、これ逆に今外機だったら、まあここの難はありますが、1500円とかでいいんじゃない？ 2000 円とか。だって、ネオ平安京エイリアンはもう新品なんか絶対いいものじゃないですか。翼2とロードファイターでいい悪いって平均的に来たわけですよね。ん？これは？クッション？で、あと箱説なしが、とりあえず上から取ってみますね。おー、これね、カセット状態なんかなりきついな、これ。いやもうこのなんかすげえスレと、なんつう、薄くなってる、色が。で、裏も結構きてる。これは痛いっすね。まあでも4000円しないぐらいだとしたら、まあまあ波かな、まあまあ仕方ないかな。ゲームトマト。え？ゲームトマト？これどこ？ゲームトマトってどこなんですかね。これが4000円しないぐらいだったら、まあもともとこれ高いんで。普通。んだけどまあ結構思ったより傷んでましたね。そしてラスト1個、タコ節なしが入ってる。ロックマン6、カセット状態な。これもきついわ。ここが傷だらけになってて、裏ラベルも剥がれてる。これは1500円ということでね。まあまあまあ、痛いんじゃないですかね。これまあまあ、ちょい高い。なんで、まあ、まあ、ちょっと運悪かったですかね。という感じだったんですけど、スターウォーズに関しては、この状態でも安いんですけど、思ったよりは傷んでたと。で、ロードファイターは大破でいらない。これもなかなか痛かったみたいな。という袋でしたね。そして、少しずつ書いてないけど結構あるな。そしてこれ。これも駿河屋さん。これなんだろう。刻んで買ってるからファミコンが何点か入ってるみたいなことっすかね。これも大体分かったと思うんですけど。ちょっとこれごと取っちゃいますか。メモリカセット3個でランク A で箱説なし。これは1個2000円ぐらい。ランク A。ランク A、まあまあ、これは普通に、まあまず綺麗ですよね、これはね。だけども、これはこれもまあ普通に綺麗かな。汚いんじゃないこれ。これは。まあまあっていうとこなんですよね、これ。まあでも、汚いっちゃ汚いですよね。まあまあ、これランク A で全体的に茶色くなってるけど。メモリーガチャもやんなきゃいけないですよね。これは何？マリコレ、スキーパラダイス、グラディウスだとしたら痛いですよね。というメモリーカセット3個。そして、まあこうなんか、少ないからこう来てるんですよ。でもこれね、メール便とかではなく、U パックですよ、全部一応。上の方に U パックって書いてあるじゃないですか。あの箱を使わないこともまあ結構あるんですね、場合によってはね。これちょっとね、小さいから埋もれてたんですよ。あーでもこのパターンか。どうすんと。メモリーカセットばっか買ってんな、この時。これも全部2000円ぐらい。3個で、ランク A の箱説なし。まあ、綺麗。なんかこの綺麗さ怖くないですか、なんか。何も入ってないとか、なんか怖えな、なんかこれ。これは一応、女神転生、ワンツー入ってんの。まあ、だとしたら痛いっすね。という、またメモリーカセット3個でしたね、これもね。そして、これ薄いから全部メモリーカセットかもしんないな。違う。ハミカセの箱説ありだ。あー、これマジで？これ高えよ。高えやつが入ってた。F1 サーカスとパチスロアドベンチャーはまあ300円ぐらいなんですね。このドラキュラ箱説なし1万円以上ですね。ドラキュラ一番最後に見ますか。F1 サーカスは綺麗。そしてパチスロアドベンチャーも意外と綺麗。まあ傷んでるか、これは。こんな感じで傷んでるか。こっち綺麗、こっち普通。っていうとこですかね。まあこれはどうでもいいとは言ったら語弊はありますけど、とりあえずいいとして、これですよ。問題これですよね。これが1万円超えですよ。1万10円。綺麗だったら安いですよね。綺麗だったら1万3、4000円ぐらい。ちょっと傷んでても1万円とかですもんね。カセットロム状態なんて書いてありますね。こう見た限り大丈夫そうじゃないですか。裏なのかな。あー、まあ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 、そういうこと？シミってこと？裏ラベル。
こう書いてあるじゃないですか。表はやばくないよね。表ちょっとスレがあるぐらいで、そんなやばくない。ここが剥がれたりするとやばいですよね。浮いてて剥がれやすいんですよね。裏ラベルがシミってことですね、多分ね。これはね、安いですね。1万10円は安いですね。やりました。という袋でしたね。まあ、フェイントはきますね。メモリーカセットばっかかと思いきや、ドラキュラみたいなね。そして、これは何にせよファミコンとかスーファミだと思う。ああ、これね。これランク A って嘘でしょ、マジで。これタイガーじゃん、だって。どういう目してんだよな、こいつ、マジで。これ A にしたやつ、俺は話をしたいですよ、マジで。どの方向を見てももうタイガーなんですよ。これ一番捕まされたんじゃない今んとこ、マジな話で。ランク A って言ってるのに、このタイガーの中で一番すごかったんじゃない今までの中で、マジで。これを A と世の中に思える人がいるわけですからね、これを見て。もし本人からでも連絡いただけると本当助かるんですけど。